太陽系第三惑星地球。日本国は北陸地方。マージで美しきリアス式海岸を持ち、マージで幸福度日本一の県。その上、マージで油揚げ消費量日本一である県。それはマジで語り出す街福井。ブリッジの街。土木の D はデザインの D。 うわぁ、マジでしこたま頭打った。マジで、ここどこ？それは新九頭竜橋。すごい、よく知ってるわね。新九頭竜橋読んだだけかい。ねえ、ここ仕事で来た記憶がかすかにあるんだけど、ダムじいさんに飛ばされたショックで全部忘れちゃった。マジで記憶喪失。あっそう。ともかく大きい橋ね。マジでか。あ、新幹線が走ってる。マジで？車も走ってる。マジで？新幹線も車も俺も走ってる。どう？新九頭竜橋、マジですごすぎる。溺れてないで、早く向こう岸に渡りなさい。泳ぎ方も忘れちゃったみたい。やばいやばいやばい、マジで。おったすっきハッピーハッピー、ゾーリ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 。ふえふえふえ、まったく何しとんじゃ。なんかマジで助かった。ん、あなたはあの日助けた鶴？惜しい。惜しくないわ。わしはブリッジ、福井の橋のせいじゃ。この新九頭竜橋や新幹線の駅につながる県道なども福井県職員の計画で生まれたんじゃよ。へえ、何でもやってるのね、土木職員。何でもやってたみたい、土木職員の俺。その通り。いや、助かった。いやはや危ないところじゃったの。それではここで一曲聴いてくれ。502そびえる県庁、ぐるりとお堀の福井城。恐竜王国福井を日夜支える土木職員へ歌います。雪降りゃ除雪の指導官とか、お疲れ。近年じゃ DX 推進ドローン駆使する。そうなの。成し遂げるのは安全安心の、安心のインフラトータルマネジメント。小さいことから大きいことまでいろいろやってる土木職。志望者少なくて毎年職。とりあえず来てくれ、聞いてくれ。人材幅広く募集中。ウェルカム先行。学部はマジで問わないよ、ぜひ来てください。文系オーライマジで、理系もオフコースマジで、県外出身どうぞ。いいか、一度しか言わんぞ。文系ウェルカム、理系もウェルカム、県外ウェルカム、先行不問。文系ウェルカム、理系もウェルカム、県外ウェルカム、先行不問。書いてる。とにかく土木職マジで来てウェルカム。ブリーチ、ありがとう。ありがとう。じゃなくて、なによこれ。相変わらず、なんで急に歌い出したのかはわからないけど、マジで君を助けてくれてありがとう、ブリッジ。マジでありがとう。より良い福井を企画して地域をデザインしていくのも土木職の醍醐味なのね。イエース。あー、なんか思い出した。土木職採用のための専門試験は一次試験の択一だけで、教養試験ではない SPI による新しい試験方式もあるんだよ。記憶戻るのピンポイントすぎない？マジそれ。ふえふえふえ、光ちゃんと言ったかの。お主、
土木職員に興味が湧いてきたのかい？うん、今人員募集してるんだなって思って気になってきちゃった。選考不問っていうことも知らなかったし、何より自分の目であなたたち福井の街をしっかり見てみたくなったの。福井県土木職受けてみよっかな。お主いい目をしとるの。マジで受けるんだ。受ける、ぜひ受けて。嬉しい、受ける。一緒に楽しく働こうよ。よいしょ。マジで。さあ家帰って勉強しようっと。よし目指すぞ土木職。これで土木職員と学生さんの橋渡しもできたかの。ブリッジ。泳ぎ方未だに思い出せないんだけど。こうしてひかりちゃんは福井の街づくりをより近くで感じるために、学部不満、専攻不満、福井への愛があればマジでオールライトの福井県土木職を目指すことになったのであった。次で終わり。